コリント式の柱パンテオニングランドバース市街、コリント式の中東パラディオの建築4章より、コリント式は古代ギリシア建築における建築様式の一つであり、ドーリア式、イオニア式と並ぶ三つの主要なオーダーに位置づけられる。溝が掘られた細身の柱身とアカンサスの葉がかたどられた装飾的な中東を特徴とする。ギリシアに起源を有するが、 ギリシア建築において用いられた例はほとんどない。コリント式という名は古代ギリシアの都市国家の一つであるコリントスに由来するが、コリント式は一般にアてないで発達したと考えられている。古代ローマの建築家ウィトルウィウスは、コリント式は建築家で彫刻家のカリマコスにより、幼い少女の墓に供物の籠が残されている光景に触発されて、 考案されたものであると記している。コリント式の中東は、イオニア式の中東を豊かにした発展型であると考えられることがあるが、コリント式中東を注意深く見れば、様式化された2眼のアカンサスの早茎の髪型に、サイズにおいても重要性においても小さくなった計8個の、イオニア式で見られる空部の渦巻き飾りが飛び出しているのがわかるだろうし、より小さな渦巻きが、飾りが、 内向きにあるのにも気づくだろう。ドーリア式やヨニア式と異なり、コリント式の中東には下部にくびれがなく、感情の玉縁が、帯が中東の底部を形成している。コリント式の柱が用いられている代表的建造物としては、ローマのパンテオンが挙げられる。ありがとうございます。